今年度採用されたのは大卒や高卒などの警察官140人と、警察事務職員の26人です。このうち女性警察官は32人で、昨年度より3人増えています。入校式では県警の大浜武本部長から事例が手渡され、入校生を代表して春日井大輝巡査が力強く宣誓しました。 県民に信頼される警察官を目指したいです昔から警察官に憧れがありました困っている方々に寄り添えるような優しい警察官になりたいと思っています。